皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは運がいい人のお金の使い方、お金が集まる思考法ということについてお伝えしていきたいと思います。今日ですね、たまたまクラブハウスで朝活大盛りっていうクラブハウス の岡崎勝弘さんという方が主催しているルームがあるんですけれども、そちらの方でですね、運がいい人のお金の使い方っていうお話をテーマにしていて、いろいろ皆さんの意見聞いてて、なるほどそうだなっていうふうに思ったことと、私もお話をねさせていただく機会があったんで、その場でポッとお話をしたんですけど、この話ってぜひね皆さんにもちょっと伝えておこうかなっていうふうに思った内容だったんで、こちらで改めて動画に撮ってるというそんな感じでございます。はい、ということで、では本題に入っていきたいと思います。運がいい人のお金の使い方ということで、私3つお伝えしているんですけれども、まずですね、1つ目が採算を考えないということですね。で、2つ目が、先に使うということですね。で、3つ目が心が喜ぶことに使うっていう、この3つの使い方で運気上がるみたいな感じで考えてます。で、これはですね、運気が上がるっていう、テーマで話をしているんで、もう本当に人によって考え方は千差万別です。で、特に今回の話は経営コンサルタントが数字の話をしないでそっちから言っていいのかっていう話はあるんですけど、若干感情寄りな方、マインドとかスピリチュアル的な方の寄りからのお話でしていく形にはなるんですが、女性には多分その方が理解されやすいのかなというふうに思っていますので、そんな話をねこれから解説していきたいというふうに思ってます。はい、それでは本題に入ってまいりたいと思います。まず1つ目ですね、採算を考えないということなんですが、これね、若干人によって矛盾して聞こえるのかもしれないですけど、私例えばですね、誰かに会いたいとか、このイベントに出たいとか、あと自分がこれやったらきっとみんな喜ぶのになっていうイベントを開催したいとかっていう時に、収支は一応計算します。一応計算するんだけれども、採算ベースに合わせるとどこにも動けなくなります。どこにも、例えば電子書籍でね、宮古島とかに教えに行ったこともあるんですけれども、飛行機代と講習代とこれぐらいの人数がいないとやりませんみたいにすると、そこに行くっていう機会もなくなるじゃないですか。あの時私宮古島も行ったことがなかったんで、もう採算取れなくてもいいや、採算っていうのは事業として収益がちゃんと出なくてもいいやって思って、で受けたんですよね。で、実際にトントンゼロベースにはなりましたけどね、教えた講習費でホテル代と飛行機代はどうにかなったんでトントンにはなりましたけれども、そういう時にやらない人って儲からないから行かないっていう選択をするんですよ。で、お金って確かに大事なんだけれども、自分がそこに行きたいというふうに思うんだったら、そこを動く、要はこれ覚悟の一個なんですけど、動くっていうことで時間とお金を使ってそこに行くわけですよね。そうするとそこに対してまた相乗効果とかご縁があったりとか、自分が経験したことがない経験を買うことになったりしますよね。だから採算っていうのは全てお金に換算するものだけでもなく、経験っていうのも上がるっていうこととか、そもそも行きたいのか行きたくないのかっていうところだったら、採算考えていかないんだったら行きたい気持ちを優先して参戦を考えない方がいいっていう話が1点目なんですよ。これができるようになると、採算を考えないっていうお金に対して執着を捨てた途端にお金って逆についてきちゃったりとかする感じなんですよね。だからお金は追いかけてると、追いかけてる人のとこってやっぱね、お金っていかなくて、恋もね同じみたいな感じなのかもしれないけど、追わない方がなんかついてきてくれるっていう感覚があります。
採算を考えすぎる人で動けなくなってる人とかって結局動かないっていうことでチャンスを失うわけですよね。でチャンスってその未来にどうつながってるか分かんないじゃないですか。だとしたら、賭けっていうわけじゃないんですけど、採算ばかり帳尻を合わせようとしない方が逆に帳尻が合う感じになりますので、この辺りはね、すぐに動けるマインドとか、あちこち行けるマインドになると、経験値がやっぱね、動かない人より動いてる人の方が勘が働いたり、経験値が増えたり、知り合いが増えたりするので、やっぱ結果いろいろな知恵が増えるから、まあ私はその方がいいかなというふうに思っているので、1番目が採算を考えないということですね。で2番目が先に使うということです。これもよくお金がない、お金がないっていうふうに言う人がよく使う言葉なんですけれども、よく使うっていうか、お金がないからたまったら行きますとか、お金がないのでもう少し貯金してから行きますとかね、まあそういう人いるんですけど、お金を貯めている間に機会を失うんですよね。で、機会とお金どっちが大事って言ったら、機会の方が大事なんですよ。お金はどうにかこうにかして貯められるんだけど、機会ってその一瞬だったら絶対にそっちを選択するべきなんですよ、基本的にはね。ということは、あとはどうにかするっていうか、どうにかなる、まあ、どうにかなる、どうにかするって思って先に使う勇気があるかどうかですよね。私大概そうなんですよ。行きたいイベントとかやりたいこととか持ち出しが先です。それが数十万のケースもあれば数百万の時もあるんですけど、それを使った上で動いてると、まあ、当然それに対して、ね、収支合わせなくちゃって思ってる気持ちが深層心理で働いてるのかもしれないし、まあ、脳がそういう指令をね、現実の世界に働きかけてやってるのかもしれないんですけれども、帳尻を合わせる出来事が増えますね。だほとんどそれに困ったことがないんですよ、私先にお金を使っても。例えば何かお勉強の投資をするっていうふうに決めたら、私は5倍以上稼ぐというふうに決めて投資をしています。だからその時お金がなくても、その後はそうしようというふうに決めてるんですね。例えば100万使ったら500万稼ぐって決めてるし、20万使ったら100万稼ぐって決めてるんですよね。その知恵を使ってっていうことです。まあ期限がね、数ヶ月以内になっちゃう時もあれば2年越しとかになっちゃう、金額大きいと2年越しとかになっちゃう時とかもありますけれども、使うのが先ですね。なのでここを躊躇すると機会を失ってもったいないっていうタイプの人も多いです。昔ホームページを作ってもらう時にですね、お金がなかったんですよ、起業当初って。である程度自分でやってたんだけれども、もう一段上のクオリティのホームページ欲しいなっていうふうに思った時には、やっぱり業者さんに頼んだ方がいいわけですよ。まあ、もちろん私の内容を理解してやってくれるマインドを持った業者さんになるんですけどもね。そうすると、まあ、30万とか50万とかするわけですよ。で、まあ、大概手付金か最初に全額か、まあ、半金半金っていう形がね多いんですけれども、まあ、その時に支払える金額のイメージとかで、じゃあそこのね、着手からそこまでの間1ヶ月話とかで分割でお願いしたりとかして、一括しかね基本はやってないけれどもっていうところにでも恥を忍んで、ちょっと今がお金がないけれども必ず作りますのでって言って分割にしてもらったりとかね、することとかあったんですよ。だけどそう思ってそのホームページを使って募集をしようと思ってる講座ってあるじゃないですか。でそれがホームページができてなくたって募集とかできるじゃないですか。でそれをねやってると、ホームページが完成する頃には全然足りるお金が出来上がるっていうか、募集によって作られてるから全然普通に余裕で払えるとか、あとはそういう形でお願いをして、まあ2回ぐらいホームページあったんですけど、依頼をしている時に私の頭の中で計画していない突然の法人からのお仕事とか、払った後ですよ、払った後に来て、
で、それを受けて、蓋を開けて中身見ると、そのホームページで納めなきゃお金いけないお金ぴったりとか、そういう巡り合わせがね、来るんですよ。だから覚悟を決めて動くと、それに対しての頑張ってるねっていう神様からのギフトなのかなっていうことと、あと自分の意識がそこにフォーカスされるから、それに沿った現実を自分がちゃんと見つけてって、まあやっていくっていうのももちろんあるんですけど、さすがにその法人さんからの私全くコントロールしていないので、まあ唐突にね、思い出して依頼してくださったんだと思うんですけど、で面白いことに、大概この金額欲しいよねって思ってる金額と同額なんですよ、大体。ここでこういうふうなことにお金を使うから、これぐらい欲しいよねっていうふうに想定すると、それに見合った仕事がちゃんと入ってきたり、予約が入ってきたりとかしています。で、あと例えば私、リフォーム、家をね、全面改築、ちょうどコロナの時にやったんですけれども、本当に全部やって、好きなものとか設備グレードもそこそこいい感じっていうのをこだわってやったんですよ。で、全部で1500万ぐらいかかってるんです。だけれども、まあ、それだけね、動かすっていうことは、もちろんそれに見合うだけのお仕事をしていくぞって決意をしてリフォームしてるわけですよ。で、その後、ちょっとね、ある講座を立ち上げて、この講座でリフォーム分ぐらいは出るといいよねって思って、まあ、募集をかけて、で、ほぼほぼ金額同額が1ヶ月のうちに集まったみたいな感じになってるんですよね。だから、そこに対しての自分の信念っていうか、確信っていうのがあるので、お金を使っていけるっていうのがあると思うんですけれども、これ慣れない人は怖くて使えないんですよ。でもですね、考えてみてもらったら分かるんですけど、カードとかってやった場合って、一番遠く離れた場合って2ヶ月先じゃないですか。だからそれぐらいずれてくることもあるわけなので、その間どうにかしようって本気で決めればどうにかなるっていうこと多いんですよ。だから先に使うことができるマインド的な覚悟が取れるかどうかっていうのはすごい大事だなっていうふうに思っているので、2番目の先に使う。で、3番目、これが結構一番大事なのかもしれないけど、心が喜ぶことにお金を使うっていうことですね。本当は自分はこうしたいんだけどっていう、お金がないからできません、いや、まあ、先に使ってみようか、で、それを稼ぐためにどうするか考えてみようかっていうことをお伝えするんですけど、やらない人はやらないですね、それを伝えても。やらない人はやらない。浪費と違うんですよ、これは。心が喜ぶこと。だから心が喜ばないことは100円でも使わなくていいわけで、心が喜ぶことだったら100万円でも使ったらいいと思ってるんです。その価値観っていうところですね。そのお金に対しての価値観っていうのが、一本筋が通った価値観であるべきだと思うんですよね。だから、なんでかよく分かんないけど使っとこうみたいなお金っていうのはやっぱ浪費になるんですけど、ちゃんとこれに対してはこういうふうに使っていきたい、楽しいし、これはすごくね、心の栄養になるわって、嬉しいことにお金を使う時ってやっぱ波動が上がるので、お金も喜ばれて使ってるみたいな感覚があるから、それってその後の時間に対しての、すごいいい影響をね、与えていくことになると思うので、まあ、当然自分もにこやかに嬉しい感じになるから、周りの人たちも幸せになっていくっていうことで、喜ぶことに使うっていうのも結構大事なんですよね。なので私は基本この3つを全部やってるので、まあ、信じる信じないは別なんですけど、基本うまくいってるなっていう感覚はありますし、こういう使い方をする人と私当然仲がいいわけですよ。再三考えない、先に使う、心が喜ぶことに使うっていう、まあ、ね、女性起業家、事業家の方で素晴らしい人たちと友達にもなってますけど、そういう人たちって同じ思考で動いてるので、いててすごく心地いいです。例えば同レベルにその人たちと合わせていこうとするときに、
私お金がないから行けませんって言ったら、まずその人たちと一緒に行動できないじゃないですか。で、高いからその店は入りませんって言うと、お店一緒に行けないじゃないですか。だからそういうことなんですよ。心が喜ぶことに使う、先に使う採算を考えない、これをやるっていうことは覚悟がいるので、もちろんそれなりに稼ぐっていう努力をするっていう自分への決意っていうことにもなると思うんです。だからお金を思い切って使えない人って、自分を信じてないっていう、自分への信頼感が低いっていうのと、決意とか覚悟を決めきれない人なんだろうなっていう感覚がしています。で、この感覚っていうのは私だけの感覚じゃないんですよ。私がこのマインドをお伝えしてやっている、実践しているクライアントさんは皆お金を持ってます。採算を考えないで先に使って、心が喜ぶことに使う、かっこ人を喜ばせることっていうのも入ってるんですけど、それをやってる人ほどお金持ってますっていう感じなんで、結局運とかも一緒に集まってくるんだろうなっていうふうに考えているのが今日この頃です。はい、最後まとめていきたいと思います。運がいい人のお金の使い方、お金が集まる思考法、コツは3つ。1つ目、採算を考えない。2つ目、先に使う。3つ目、心が喜ぶことに使う。こちらの方を、ぜひ心に留めながら実践してみてください。覚悟がいると思います。でも、そこを超えられるか超えられないかが、ご自身のステージが上がる上がらないの一つの区切りになるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、頑張ってみてください。それでは。